これは大宇宙に伝わる伝説の巨大ロボットの物語である。この宇宙最強のロボットを誰がいつ作ったか定かではない。しかし5つの宇宙ライオンの頭を持つところからいつしか百獣王ゴライオンと呼ばれていた。この番組はお子様に夢と勇気をと願うポピーとご覧のスポンサーの提供でお送りします。